ビンゴもぎたて情報。このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石野再生の提供でお送りします。今日はスタジオに有限会社石野再生代表取締役藤井和幸さんにお越しいただいています。おはようございます。おはようございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。早速なんですが、はい、はい、今回もお墓のあれこれについてね、はい、教えていただきたいと思います。はい、今回は生前墓についてということなんですが、はい、生前墓とはどんなお墓のことを言うんですか？そうですね、簡単に言えばですね、生前墓というのは、まあ、どなたもまだ、まあ、仏様がいらっしゃらないというか、お墓の中にお骨が納骨されていないお墓のことを生前墓というふうに言うケースが多いですね。はい、ではまだご健在のうちにお墓を建てることなんですよね。そうですね、はい、うん、どんな方が生前墓を考えられるんでしょうか？そうですね、まあ、本家分家っていう言い方をするとお分かりになりますかね、はい、うん、その分家さんが、まあ、本家さんの後継げないので、結局新しくお墓を建てなきゃいけない方になるんですけど、そういった方々が、まあ、するケースが非常に多いんですけれども、まあ、よく言われるのは、将来自分たちの入るお墓が、まあ、ないからね、今回自分たちで納得ができるお墓を建てようというふうに言われる方が多いですね。いわゆる今流行りの言葉で言ったら終活っていう言葉ですね。はい、うん、だから生前にお墓を建てるっていうことっていうのは受領墓、寿の塔っていうふうに書くんですけれども、家を幸せにして、まあ、長生きができますよ、長寿が約束されますよなんていうふうに、まあ、縁起のいいお墓というふうに言われてるんですね。なるほど、皆さんそういう思いで生前墓を建てられているんですね。そうですね。でも生前墓を建てると考えた時に一体どんなお墓を建てたらいいんですか？逆にそんな構えなくても逆にいいんですけど、はい、生前墓の形っていうのには全然決まりがなくってですね、はい、まあ、前回もお話ししましたデザイン性のある、まあ、デザイン墓、様式のお墓ですね。それから従来よく見る三段重ねのお墓、どんな形でもまあいいというか、何でもいいっていうか何でもいいんです。お墓であれば何でもいいんですけど、要は生前墓を建てて、その後のその行為といいますか、思いっていうのが大切になってくるんですね。その行為とは一体何なんですか？はい、生前お墓を建てられるっていうことになると、先ほども言いましたけど、誰もお骨が入っていない状態になるから、あ、お墓は建てたけど、まあ、就活の一環として建てちゃったんだけど、お参りなんか行かなくてもいいよねなんていうふうに考えられている方って非常に多いんですけれども、うん、そういうことではなくて、季節のお参りをするということなんですね。どなたも納骨していないということは、うん、そのお墓にはご先祖様はいらっしゃらないということですね。それでもやっぱり季節のお参りをするんですか？そうなんです。ここが一番大事なところになるんですけれども、生前墓を建てたら、まず開眼法要といって、そのお墓にお性根というものを入れていただく。そのお性根を入れていただくっていうのが、言ってみればお骨がないのに、その亡くなった方の魂を入れるということはできませんよね、はい、なので自分たちを、まあ、この世に担ってくれたご先祖様っていう方々をそのお墓に宿らせると、まあ俗に本家にご先祖さんいらっしゃるんですけど、はい、そのご本家のに通じるご先祖様をこちらにも迎え入れられますよという体制を作るということなんですね。その法要をしていただくことで、このその先祖墓には本家のお墓に、まあ、極端に遠い場合ですね、お参りに行かなくても、そのお墓をお参りをすることで、ご先祖様をお祭りしていると、お墓参りに行ったという形になることができるということなんですね。なので、この季節のお参り、盆、正月、はい、今回正月ありましたね、はい、で、お彼岸年2回ありますね、春と秋と、この4回にお参りをするということで、自分たちのご先祖にお参りに行くという形で、そういった思いを言ってみればお墓参りをすることで通じ合えるということになるんですね。なるほど、建てた後の大切な行為とはこのことなんですね。そうですね、はい。でも藤井社長、皆さんこういうふうにお参りとかされてるんでしょうか？残念なことではあるんですけれども、そういったことを知らないでお墓を建てられてる方は知らないので、はい、お寺さんにお願いすることもなければ、そのまま建てた状態で、まあ、お参りに行かない、はい、
状態っていうのが、まあ、基本的には増えてるんですけれども、まあ、先生まかにお墓を建てられるお客様にはうちの場合はこういったお話をしてできる限りそのお墓参りに行っていただいて言ってみれば自分たちの分家としてのその先祖参りっていうものができるようにお話をさせていただくんですね。で我々石材店っていうのはですねお墓を建てるっていうことだけが、まあ、本来仕事のように思われるんですけど実際は建てた後そのお墓を大事にしていただく、まあ、メンテナンスのことであったりそのお墓参りの方法ですよねそういったことをお伝えするっていうのも仕事のうちには私は入るんだと思ってるんですね。はい、なんか私たち建ててもらう方としてはやっぱり知らないことが多いので、うん、教えてもらったらねもちろんこういうふうにお参りとか行くけど知らない方ってやっぱり多いかもしれないですよね。要は子供さんたち例えば、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんは例えばお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが亡くなったら自分の親だから見に行こう、見に行こうというかお参りに行こうかなってなります。だけどお孫さんからするとおじいちゃんおばあちゃんあんまりこうね早くに亡くなってたりするとあんまり顔も知らないからじゃあお父さんお母さんが行くのについていくぐらいで自分たちでじゃあ行こうかなんていうことってなかなかなくなってると思うんですね。だんだんお墓離れが続いてるっていうのはこういうことが原因だったりするんですね。はい、上手なお墓参りの方法とか、うん、ご先祖を大事にしていく方法などね、うん、知ってるようで本当知らないことって多いですもんね。そうですね。藤井社長、はい、生前にお墓を建てることで何かメリットってありますか？そうですね、生前にお墓を建てる場合っていうのは、まあ、生きてる間なので誰もお参りに行かないという前提を皆さん持ってますから、はい、一人でじゃあよしお墓建てようなんて言って決めちゃう人って少ないと思うんですね。当然お父さんであれば奥さんにお母さんに、ご相談をしてちょっと就活の一環でちょっと建てようかなとそろそろ思ってるんだけどとかいう形でご相談もされるでしょうし当然生前ばかりなので自分たちの子供さんそれから長男さんのお嫁さんだったりですねお孫さんだったりっていう方々に、相談をしてお墓を建てると思うんですよ。ね、奥さんも相談されてお好きにどうぞなんていう、ね、奥さんもいらっしゃらないと思うので、はい、うん、やっぱりそういうふうにしていくということになると将来どんなお墓を建てていこうかっていうことを相談をする場がそこでできますよね、はい、うん、いうことはそこで家族団らんの、まあ、言ってみればお墓に対する話かもしれないですけど団らんの場が持てて、うん、でお墓の言ってみればお墓を通じて家族の絆といいますかね、はい、そういったものができてくるようになるとやっぱそういったふうにみんなで相談したお墓っていうのは、まあ、先週もお話したかな結局家族団らんで行くので、はい、お孫さんたちも例えば息子さんたちも例えばお父さんお母さんがお亡くなりになった時にお墓参りに行った時にですねあそういやおじいちゃんこんなこと言いながらこのお墓建てたよねとかおばあちゃんこんなこと気にしてたよねなんて言ってこうお墓参りに行った時にそんな思い出話なんかもできてですね本当にこうお墓を大事にしようとかもっとお参りに来ようとかっていう気持ちが逆に生まれてくると思うので、うん、そういったことっていうのは非常に大事なことかなと逆に先祖を大事にするという気持ちっていうものがその時点でできてくる必然的にね、うん、できてくるということでは非常にいいことだなと思ってますね。はい、なるほど、ね、今日はいろいろと、ね、はい、生前墓のことを聞かせていただいてありがとうございました。いえいえ、はい、ありがとうございます。そして来月なんですけどお墓のセミナーがあるということなんですが、はい、そうですね、はい、ついに8回目になってしまいました。はい、もう本当に丸4年目になるんですけれども、はい、来月の2月の8日に、今回も同じ福山のローズコムさんの4階の中会議室ですね、はい、をお借りして、お墓のセミナーをさせていただくことになりました。リビング新聞の方でですね、はい、告知させていただいているのでどんどん申し込みいただければありがたいなと思っています。で前回よりも随分と内容の濃い内容といいますか、はい、ちょっと一項目を今までさらっと流したりしてたんですけど、はい、今回ちょっと項目の中を少しこう内容を濃くさせていただいてで皆さん今気にされてると思うんですけど消費税増税前なのでその増税前にどうしたらいいのかと逆に増税があった後
お墓の値段ってどんな風になっていくのかっていうことまでそのセミナーでお話をさせていただいて、あの皆さんにあのよくよく考えていただいて、また生前墓ということもね含めて、あのお墓についてあの考えていただければなというふうに思ってます。はい、あのこちらも毎回ねすごくたくさんの方がお集まり、ね、いただけるということなんですが、はい、まだ秋とかは、そうですね、まだあの年明けなので、まだ2月なので1ヶ月先なの で, うで、ね、うん、まだ半分ぐらい残ってるというふうに聞いているので、はい、どちらに連絡したらいいですか。ですね、リビング新聞社の方にお願いをしたらいいと思うんですけど、はい、あのうちの方 の, あの電話番号でもあの受付してますので連絡お待ちしております。はい、はい、皆さんぜひじゃあこちらの方のねセミナーの方も参加していただいて、はい、セミナー終わった後はまたお墓の相談とかもできるんですかね。そうですね、その当日にあのお墓の相談の時間を設けさせていただいてるんですけど、はい、どうしてもセミナー前後になるので時間が取れないんですね。そうですね、うん、なのでやっぱ後日皆さん電話をいただいて、その後はちょっと大変なことになるんですけどあの皆さんよくあの相談に来ていただいてます。はい、あのこのコーナーを聞いていろいろ質問を、ね、されたりとかする方もいらっしゃるんですけど、うん、この番組このコーナーでも、はい、お墓についての質問を受け付けておりますので、はい、こんなこと聞いてみたい、あんなこと聞いてみたいという、ね、そうですね、方はぜひこちらのおはようときめきタイム水曜日宛てに送っていただけたらと思います。はい、またねあの一緒に何て言うんだろう、この番組というかコーナー使って、はい、お答えしていければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは藤井社長、今日2014年第1回目となりますので、はい、ラジオを聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、去年一昨年とあの本当にあの皆様にはお世話になっております。はい、あの今年1年あのやっぱ去年がうるう明けっていうことだったので非常にこうバタバタ忙しくもさせていただいて ありがたかったんですけれども、皆さん本当にあのお墓のことって慌てることなく、もう慌てるといいことにはならないのでゆっくり考えていただいて、自分たちの本当に納得のいく、お墓っていうものを建てていただければありがたいなと思ってます。うちで建てないから相談しにくいなっていう方もいらっしゃるんですけど、そういったことを気にされずにうちで建てられない条件 の, 墓地を持っておられる方もいらっしゃるんですけど、そういった方でも本当に相談乗らせていただこうと思っているので、どしどしお電話いただければと思います。はい、ありがとうございました。今年もいろいろと教えてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。今週は生前墓について有限会社石野再生代表取締役藤井和幸さんにお話しいただきました。ビンゴもぎたて情報、このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石野再生の提供でお送りしました。